味の素は断じてヘビを原料とせずっていうのはさマクドナルドのハンバーガーがミミズの肉だったみたいな話でしょ <laughs>、はい、だって俺小学校の時とかいっぱいいたもん「えミミズの肉だ」とかっつってああいましたね冷静に考えてみようよこれだけの量のミミズを飼育する方がコスト高いでしょ、ね、<laughs> なんでわざわざそんなことするんだ <laughs> いやでもバカは信じちゃうのでやっぱりダメだよっていうふうに言わないとうん、うん、なんかハイミーとかいろんなあるじゃない、うん、それ以外のグアニル酸まあグアニル酸ってキノコシイタケとか、うん、グアニル酸だったりイノシン酸だったり コハク酸だったりそういう他のうまみ成分もブレンドされてる味の素もある。 味の素製品昔は味の素めちゃめちゃ使われてたんですよ僕のおじいちゃんおばあちゃん世代とか80とか、えー、そこら辺の人はあの普通に使ってたんですよねだから漬物とかにかけて醤油かけてっていうのをぶちうちのおじいちゃんおばあちゃんは全然やってたんですけどこういうデマが出た後に味の素はあんまよくないんじゃないのみたいな風潮になった時に売れ出したのが、えー、本だしとととかかかコンソメとか鶏ガラスープとかなんですよその3つって、まあ、簡易的な調味料でなんかまあ本だし入れたらだし汁。 なるしコンソメスープ入れたらコンソメなるしっていうような簡単な調味料なんですけどもそれを使うレシピが流行ったんですよね、はい、いつの間にかうまみをつけるっていううまみだけをつけられる味の素っていう存在はいつの間にか使われなくなったっていう歴史がある単体で使われなくなったってことです単体で使われなくなった結局だから本だしとかそういうのは入ってるわけですそう本だしにもコンソメにも鶏ガラスープにも味の素入ってるんですけど、うん、なぜか味の素は体に悪いって言いながらコンソメとかあの本だしとか使ってるちょっと残念な人たち 僕は「にわかオーガニック」って言ってるんですけど、うん、頭では理解してるけどうん、うん、白い粉をかけるっていうのにすごい抵抗があって, <laughs> <ー>ってさっきのやつとかご飯に白い粉をかけてるんですよあいいですねよく連れてきてくれました <laughs> こういう人は。<laughs> いいですねいいですね非やあたかでは谷さんって本当に便利だよねないちなみに言うとうまみ、あ、はグルタミン酸だったらグルタミン酸イノシン酸とかってあ合わさるとうまみの倍増どころか67倍ぐらいになるんですよ、うん、まさにこれですようま、ん、みが相乗効果でさらに美味しくなるだ昔の人は経験的に分かってたんでしょうね、うん、この相乗効果があるのを発見したのは山刺し醤油の研究員なんですよ、うん グアあの戦後グアニル酸が発見されるんですけど、はい、グアニル酸をやってた人たちやっぱりうまみを研究してる人たちだからグルタミン酸の入ったシャーレみたいなのあってそれと間違って混ぜちゃった、うん、そしたらうわんだこのうまみの倍増はみたいなそれがんか発見されたらしいですよです、ね、同時にまあ実はあの味の素単体でもうまみの相乗効果っていうのはこれ使われててかなグルタミン酸なんですけど、うん、イノシン酸っていうものとグア,グアニル酸っていうものが1 1.25<で>ぐらい入ってるんですよね、はい、だから旨味の相乗効果は味の素だけで完結してるって感じなんですね 東南アジアに行くと味の素はすごいブランドですからね本当、ね、にこの間バンコク行った時に、うん、もうとにかく名もなき屋台の中華そばがめちゃくちゃうまいから、うん、そこ行こうよっつって朝ごはんそこ食べに行ったんですね。うん、味の素って感じで書いてあるエプロンしてて、うん、僕がそのおばちゃんと一緒に写真撮ってんのインスタかなんかにあげたら目ざとい日本のアンチが見つけて「うんうん、味の素ってエプロンしてるわらわらわら」みたいな書いてあって、うん、やってやぱ日本人って。 これをバカにしちゃうんだなと思ってあー。